トムロフトのレース場と飼育日誌、ハトと一緒に遊びましょう。おはようございます。1月31日水曜日の朝です。今日の空模様です。今日の天気は晴れ、風はありません。気温も2度台ということで、昨日同様暖かな朝になってます。昨晩は東京西地区連盟では役員会が行われ、新しい役員の方の紹介と春レースの具体的な実施要項が決まりました。昨年と違って今年大きく変わったのはジャパンカップが中止になったということで、1000キロレースだけということでレースが一つ減ったということが変化点です。その他参加料もろもろにつきましては昨年と同様の内容で決まりました。詳細につきましては後日作成される資料を見てご確認お願いいたします。ハトさん、おはようございます。今日の棚の上いませんね。お、一応降りした。 BW のメス、種ハト候補ですね。このハトも今年は作出を行いません。200キロレース前の社外も今日と明日のみ。いい社外風景を見させていただいて、安心してレースに参加したいなと思います。そのためにもハトさん一生懸命飛び回ってください。とは言ってもいつもとないですね。外に出てきましたけどハト飛び上がらないです。飛び上がってよ、少しは自主的にという気持ちで眺めてます。でも首をこう伸ばしてますんで周りをだいぶ気にしてますよね。こういうシーンだと何かの刺激で飛び上がるんですけども、お、飛び上がりそう。飛び上がりましたね。私は今日は脅かしてません。自主的に飛び上がりました。いやー、ちょっとだけ飛び上がるのに時間かかったんですけども、待てば帰るの日よりありっていうところですかね。関係ないかな。ただ全休飛んだわけじゃないのでまだだいぶ厩舎の中にいます。これから厩舎の中に入って残ってるハトも追い出しを行います。今日も厩舎の中に入って追い出しを行い、今全休飛び始めたところです。あとはこの飛翔時間ですね、どのくらいこう飛んでくれるのか、それと飛翔内容ですね、まあ、時間も大事なんですけども飛んでいる姿勢ですよね。どんな形なのかなというところが気になるところです。まあ、楽しみですね。今日と明日2日間。土曜日は天気も良さそうで楽しめるななんていう気持ちでいます。今度はみんな返したいな。距離が伸びてきますから全休期間というのは難しくなるんですけども、そんなことはなく、みんな帰ってきてほしいなという気持ちで今社外眺めてます。遠征にはどうも行かないみたいですね。厩舎の周りぐるぐる少し離れたところを含めて飛び始めました。7時30分過ぎたところです。社外を開始してから30分経過です。あとは順調に飛翔していましたけども、ここに来て厩舎の周りだいぶ低空になってスピード感もなくなってきました。このまま放っておきますと降りてきてしまいそうなので、今日も黒旗を出します。黒旗を出して少し飛翔の応援、200キロレースに向かってもうちょっと飛んでもらいたいと思います。黒旗を 2,3 回振って今固定したところです。この黒旗変わったの分かりますか、新しいもの、新しいヨドバシカメラの袋ひっくり返したのに変えました。もう前回のやつはボロボロだったんで今度のは綺麗です。社外を開始しまして40分近くになります。上空飛んでいましたら他厩舎の鳥6パーぐらいですね、これが飛んできて今一緒の飛翔になってます。
クロハタももうそろそろ10分間ぐらい経過しますので片付けようかななんて思って眺めてます。もう降りんのかな、ダメかなこれは、今日はもうこの辺で社外終わってしまいそうな雰囲気があります。これはもう出しとくだけじゃダメだな、少し振りましょうかね。はい、手に持って少し旗を振って鳩を刺激したいと思います。ただいまの時刻は8時5分になりました。鳩が今降りてきたところです。今日の飛翔時間は65分。旗振りした結果順調に飛翔をしてくれました。飛翔内容も一時たるんでたんですけども、他球者の鳥が混じってたということもありまして、もう一度勢いを増して球者の周りの旋回に変わりました。球者に降りてきた後の鳥の表情を見てます。昨日も見てましたし、一昨日も見てましたけど、今日の表情もなかなかいいですね。1時間5分飛んだ後、疲れはこう見せませんし、元気そうで健康そうでいい感じです。客観がだいぶ汚れてますね。持ち寄りの時にはちゃんと客観を拭きたいなと思ってます。入り口のはまだ閉めたままです。もう開けてもいいんですけどね。これから厩舎の中に入って入り口を開けたいと思います。今入社口を開けてきました。開けても鳩は驚いて飛び上がるようなことはしませんね。やはりちゃんとある程度の時間飛んでくれたので、鳩もそろそろ入り口が開くのかなと思って待っててくれたようです。開けましたらポツ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 入り始めましたね。オスバトはこれうるさいですね。ゴロ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 ね。まだメスが本格的に反応してませんけども、これでメスが反応するようになると困っちゃうな。まだ卵は産まないとは思うんですけども、2月の終わりぐらいにはね、暖かくなってきて産卵が始まると500キロぐらいの時にタイミングが悪くてっていうこともありますよね。今年は端数も多くないから分離というわけにもいかないような気がするし、まあこれから暖かくなる、まあ、今年は特に暖かいんで発情も早いのかもしれませんけども、だいぶオスがメスを追い始めてます。今日は黒旗を出して10分間も追ったこともありますけど、65分の飛翔時間としてはまあ十分かなと思ってます。内容はどうかな、あまり良くない時もありましたね。ただ時々なんですけどね、低空を高速でビューンと電線のそばを通過する時があったり、おお今日はなかなかいい飛びだななんて思う時もありました。まあ元気に飛んだりダラダラ飛んだりを繰り返しながら、まあ65分ゲートということにしたいと思います。ただちょっとね気になるのは食欲なんですよね。餌の量1羽あたり今15グラムぐらいなんですけども、これの食べるこうスピードが少し鈍っちゃったなという感じがします。20グラムぐらいはねペロッと食べちゃうが多いんですけど、15グラム2日間継続していてこの食べっぷり、もう食欲が落ちてきちゃったのかななんて、そこがちょっと気になるところです。本日もこのブログにお越しいただきありがとうございました。また次回もお越しいただきたくよろしくお願いします。失礼します。